羊のサンデーマトンナイト。2023年5月14日日曜日、どうもこんばんは、羊です。さあ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私は相変わらず疲れておりますさっき帰ってきましたいやごめんなさい、今週一歩も動画出せませんでした。ごめんなさい、申し訳ないです。本当にもうこの謝罪何回目、本当にね、もう勘弁してくださいよって話なんですけど、あー本当にね、いや本当はね動画一本ね編集終わってる動画があったんですけど、投稿するの忘れてましたごめんなさいもう疲れて変なテンションですわ。で今ちょっとコメント来てるの気づいちゃったんで、ちょっと読ませてもらっていいですか。ミミミミミミさん、いつもありがとうございます。本当にちょっとねこのラジオ、聞いてくださってると信じて読ませていただきます、セレッサの動画ですね、ありがとうございます。見ていただいたのかな、本当にありがとうございます。これ人気シリーズものなんですねと。おお、そうなんです、人気シリーズもの、そうなんですね。うんうん。世界観が独特だけど好き。あと、セレッサの声好き。いや、ほんとに。マジでこの動画今、僕、めちゃくちゃ今ハマってて。それこそ、そう、編集終わってるって言った動画、セレッサなんですよ。なんでちょっとね、近々、エピソード4かな。ちょっとかっこよくて言ってみたけど。動画出るんで、ぜひね、ちょっと動画長いんですけど。いやでもめっちゃ面白いね、このゲーム。ほんと僕も世界観大好き。ね、やばいよね、このゲーム。ほんと映画化してほしいわっていうぐらい世界観が好きなんですけども。ねえ、相変わらず再生数は全然伸びず、全然誰も見てくれてないというね、現実なんですけども。それでもね、私は、このゲームはね、めっちゃ好きなんで、私はね、最後まで実況したいと思います。たとえ再生回数がゼロになろうとも。っていうぐらい今ハマってる。めっちゃ面白い。ただね、再生じゃねえ、撮影時間にめっちゃ時間かかっちゃうんでね。いやー、本当に時間ある時にしかできないんですけど、まあ、この動画自体もね、ちょっと長くなっちゃってるんで、まあ、暇な時にぼちぼち見ていただけたらなと思います。コメントありがとう。いやー、ちょっと今日なんだ、カミカミだな。コメントありがとうございました。またぜひ、コメントよろしくお願いいたします。それではまた来週。